ポムポムプリンはサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター群。デザイナーはチーアキコ。別名、僕、プリン。主人公、プリンはゴールデンレトリバーの男の子をモチーフにしたキャラクターである。1996年に犬キャラクターデザインコンペが開催され、社内コンペで残った3種のうち、最終的に、 三輪お直営店での得票数が一番高かったことから開発に至る。当初の作品タイトル名は、僕、プリンであった。いちご新聞の同年7月号にて初登場。同年、ハローキキとバットバツマルにてテレビ出演。その後、インパクトのあるネーミングに変更したいという意向から、ポムポムプリンの名称になった。いちご新聞の読者投票企画。 サンリオキャラクター大賞で1997年度の1位を受賞した。ノミネート者年度での1位獲得は同企画史上初のことであった。1998年、プリンの友達であるネズミのスコーンが登場。また、同年頃からポムポムプリンというタイトル名が使われるようになる。1999年にはリスのベーグル、ウサギのパウダー、カエルの ミントなどのキャラクターが登場している。2000年にはプリンの住む街の全体像が公開される。同年、カモメのシロップが登場する。その後も次々と友達のキャラクターが増えていった。2003年から2009年までは商品展開が休止されたが、2006年3月までキティズパラダイスにテキキとバツマルと共にテレビに出演していた。2010年から 商品展開が再開し、ゴールデンレトリバーの女の子、マカロンが登場。インテリアグッズなどの新しい商品展開も行われた。2018年度からは、新キャラクターとして、双子のハムスターであるビスケ、クッキーが登場した。プリンの誕生日は4月16日で、お天気のいい日。プリンという名は、ベレー帽をかぶった姿が、プリンに似ていることから名付けられた。 プリンの趣味はお昼寝、お散歩、靴集め。特技はプリン体操。チャームポイントはお尻の穴。家族は父、母、祖母、祖父がおり、父親は探偵、母親はケーキ屋に勤務している。一人息子。好きな言葉はお出かけで、嫌いな言葉はお留守番。親友はハムスターのマフィン。2002年にはマフィンの独立したキャラクターグッズ。 ポムポムマフィンが発売された。マフィンの他に、ネズミのスコーン、リスのベーグル、ウサギのパウダー、カエルのミント、ペンギンのホイップ、カモメのシロップ、鳥のカスタード、猿のココナッツ、ロップイヤーのタルト、白マのバニラ、双子のハムスター、ビスケ、クッキーがいる。プリンとタイをナス、メスのゴールデンレトリバーとしてマカロンが存在するが、 デザイナーによると、ガールフレンドではなく、プリンは、少々気があるだけなのだという。体重は、スイカ1個分、身長は、ビッグプリン5個分。ポムポムプリンをイメージしたカフェ、ポムポムプリンカフェが、各地で展開されており、店内では、グッズ販売なども行っている。2014年10月22日に、東京都原宿のキュー部原宿に1号店が、オープン。また、 2015年6月16日には、大阪市北区の阪急3番街に2号店が、さらに同年10月28日には、横浜市西区の横浜テ鉄スクエア内に3号店が、オープンしている。2016年11月23日には、名古屋市栄のビーカム栄に4号店が開業した。メニューは店舗ごとに異なっており、各地の名物料理にちなんだものがラインナップされている。 日本国外では台湾の ATT4 ファンと香港のマカオイズ、円中心に出展している。いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞では、第12回、第30回、第31回の1位が歴代最高である。2013年度のサンリオキャラクター大賞の特別企画である、これやります宣言で、3位内に入ったらポムポムプリン。 のプリンを発売すると宣言していたが、見事3位にランクされたため、その公約は実施されることとなり、神戸フランツ及び東京プリンスホテルよりポムポムプリンのプリンが発売された。2014年度のサンリオキャラクター大賞では、総合順位は4位だが、ネット投票のみを集計した結果は、ポムポムプリンが1位であった。2015年度の サンリオキャラクター大賞では初日速報を呼び、中間発表では1位であった2位のシンガン・クリムズ・ーンズと35票の僅差で1位を受賞。1997年度の18年ぶり2回目の1位獲得となった。また、今回新設されたキャラクターパフ部門でも、得票数3583票を集め1位を獲得した。2016年度の サンリオキャラクター大賞では2位のシナモロールに約7万秒差の大差をつけて連覇した。また、スマートフォン上に表示されたキャラクターを指で撫でると1票が入る史上初の撫でる投票が実施され、その得票数ではなく投票する際に撫でられた時間が最も長かったポムポムプリンが1位を獲得した。ただしサンリオピューロランドのイベントでライブキャラクターを実際に撫でる。 リアルな出る投票では、バット・バツマルが生死とため、1位を逃した。2017年は、総合順位は2位を獲得、また、コラボ部門では、バンブーとコラボしたポムポムプリンが6位を獲得したほか、国王女王シルクとコラボしたポムポムプリンが、コラボ部門にエントリーした。2018年は、総合順位は2位を獲得、また、台湾と中国で2位。 香港とアメリカで3位を獲得した。また、コラボ部門では、ミイラの買い方とコラボしたポムポムプリンが2位、パンパカパンツとコラボしたポムポムプリンが3位を獲得、他にも、バンブーとコラボしたポムポムプリンがコラボ部門にエントリーした。2019年は、総合順位は3位だが、香港と台湾で2位を獲得した。また、カニマル君とコラボしたポムポムプリンや、 バンブーとコラボしたポムポムプリンや国王女王シルクとコラボしたポムポムプリンがコラボ部門にエントリーした。2020年は総合ジュニア2位だが台湾で1位を獲得したほか香港とアメリカとブラジルで2位中国と韓国では3位を獲得した。また、カブキーとコラボしたポムポムプリンやバンブーとコラボしたポムポムプリンがコラボ部門にエントリーした。また、 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からサンリオショップの臨時休業が相次ぎサンリオショップ店頭からの投票数が当初の予定より大きく下回ったためサンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催されサンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果は ポムポムプリンは4位体であった。いちご新聞オリジナル企画でサブキャラコンテストが2016年より開催されている。第1回のサブキャラコンテストではマフィンが1位を受賞したほか、スコーンが4位、ベーグルが6位にランクインした。第2回のサブキャラコンテストではマカロンが2位、ホイップが6位にランクインした。第3回のサブキャラコンテストでは パウダーが1位を受賞したほか、ココナッツが9位、バニラが16位にランクインした。第4回のサブキャラコンテストは、過去3年間の上位20位にランクされた全60キャラクター同士による決戦コンテストが実施され、マフィンが5位、マカロンが12位、タイ、パウダーが15位、スコーンが25位、ベーグルが42位、ココナッツが55位、ホイップが57位、 バニラが58位にランクインした。仕切り直しとなる第5回のサブキャラコンテストでは、マフィンが3位、ベーグルが14位、カスタードが27位にランクインした。ありがとうございます。